まだやまだ大丈夫やまだまだハゲてんかはい、というわけで1016ゲーム2300ここまでした。ここでコイン一旦流してね、ちょっとパチンコで一勝負してみようかなと思います。今が旬のね、魔界の花移動してまいりました。当ててサクッとレンジャー出してプラス上乗せしてで気持ちよくやりましょう。アイムコローマル。まだまだハゲてん。はい、このザロー魔界の花なんですけども、まあプライベートで1回だけ出た当初ちょろっとだけ触りました。というかもうガロシリーズ自体僕全然 SC に入れられへんので、むちゃくちゃ不得意です。だからもう演出も覚えようとさえしなかったですけども、けどもその苦手意識をね、こういうパワープレイいけるときにこそやっていこうと、苦手意識をこういう時に払拭していこうという考えでございます。うわ、サドレさあ、うわー、完全に気抜いてたわ。剣そんな簡単に出る？そう、最近のこの今回の魔界の花ね、今皆さんも見た通り剣こう通っていって通り過ぎた後ちょっと保留くるりんぱってなったでしょ。あのまま逆さ逆三角形になってプレミア保留になること、プレミア保留なんかな、なんか熱い保留になるっていうおしゃれな演出もあるみたいですよ。義人さん、初めて義人さん行きましたけども、緑ってなんとかしてくれ、もうもうしんどいわ、もういろいろほんましんどい。赤もこれ大か小かもう分からへん。回ってる、頼む、やっと来たチャンスか。ちょっとほんまにしんどいから、もう精神が崩壊しそうなんですよ。演出があまりにも面白くなくて、だから当たってください。ここでもう頼む、もうほんまに頭おかしくなりそうや。あかん、もうわからん、もうこれが熱いのかどうかわからん。てか上に顔出てへん時点であかんのかいな。震えてるよ。もうないです。どうも。いやでも
楽しかった。すごいすごい楽しかった。こうやっていろいろなってくれて、いやまあこんなもんすよ、しゃあないしゃあない。なんかあってくれ、頼む。なんで残念とかいうわけわからんもんが含まれてんねん。うわー、どうなんこれ、もうわからへん、もう俺には。次行け。いやもうさっきと一緒かよ。なんか黄色いやったぞ、なんか知らんけど。ロボテンよ、ロボテンよ。あれガロって7点熱かったっすっけ。緑って中途半端な、中途半端な緑って。あかんわ。ああ、まあまあまあ、そりゃそうや、そりゃそうやな。刺された、刺さった、やっと刺さった。3度目の正直や、刺さりやがった。頼む、ただでもホゼロやねん。あかん、さあ、なんか来た、時間のやつや。緑ってどうなん、もう分からへん。ST とかありましたっけ、なかった。まあ、なんでもええわ。やった。避けろ避けろ。
避けろ、ガロ、報告せよ、報告。やった。あ、ごめんなさい、何も言葉が出てこへん。いや、よっしゃよっしゃよっしゃ。それでいい、それでいい、それでいい。よーしよーしよーし。よーし、来た。目標、目標、五連ちゃん、五、五あったら満発でしょ。とりあえず満発目指します。ややこしな。でも刺さった。タウン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 。タウン。なんやなんや。やった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 。なんかボタンを押すとフェイスオブガロが出た。いや、これそういう演出、そういう演出なんですよ。なんかで、なんかオーケストラの音楽が流れると、本作はなんか大当たりラウンド中に落ちて周りの人をね、イラつかせて威嚇させる効果があるっていうことですね。ただもう隣の方も結構ずっと連チャンしてらっしゃるので、よかったです。もう以降当たってもやりませんので。まだ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 全然まだや。せっかく入ったやから、ガロらしさを。刺されて刺され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 、どうしたどうしたどうした。バリドックンドックンしてるよ。バリドックンドックンしてる。どないやねん。あが、ちょ一回止めよう。気が気でいられん。はい、ちょっとあっさりリーチもかからずにここまで来たんで、ちょっとだけ休憩してきました。戻ってきたんで気取り直していきます。落ち着きを取り戻しました。僕は大丈夫。ちゃんとしてくれ、ちゃんとせ、ちゃんと。マジか、もうほんまにきつすぎるわ。800分の1ぞ。
最低やもう。あかん、もうやめます。まだまだハゲてへん。はい、お疲れ様でした。実践終了いたしました。まあ見てくださってた方分かると思うんですが、もう結論としてはもう大勝利ですよね。もう最後のガロよ。問題はなんかもうガロのせいでこの解消が台無しっていうか、なんかもうすごい負けた感じの気持ちに。はい、というわけで、まあ細かい結果いきましょうか。本日総投資が1750枚、そしてパチンコの方が枚数換算いたしまして791枚、そしてスロットの方、結果パワープレイやったかもしれへんけども、2748枚ということで、合計足しますと、3539枚の獲得で、サマイがプラスの1789枚と無事勝利。なんかね、こう個人的にも必死のパッチ、すごい他の関東でやってる番組とかで来てくれはる人、見てはる人当然はるわけで、むちゃくちゃ相性が必死のパッチとはいいんですねってよく言わはるんですよ。なんかもう完全に必死のパッチ買ってるイメージが、トータル多分相当プラスでしょうね。そう、トータル5000、5、6000枚ぐらいプラってるんで。そう、なんか初めしんどがってたけど、いや最初はね、うん、万枚近く負けてました、ね、負けてましたからね。じゃあなんか買ってるイメージを持っていただいてるみたいで、なんかなんやけど、なんやろうねこのしんどさ。むちゃくちゃやってる最中、焦燥感と悲壮感で、まあ無事勝利かだったんで、まあ明るく帰ろうということでね。忘れてはいけませんよ、もう一つのルール、握手ルールね。今日何人来てくれました？今回13人の方がね、ホールも変わって、で1ヶ月お休みいただいてて、でまあね、告知、その動画での告知もなかったにもかかわらず、というところが車乗ってきたりとか、で他府県からも何人か来てくださってたんで、ありがたいお話ですよ。ということで13人ということで6500円、はい、ありがとうございます。もうほんまに、ね、わざわざこんなおっさんのね手握りに来て、でもう最後らへんパチンコの時に手握った人とか多分ドン引きやと思いますよ。手ずぶ濡れやったんでね、ほんまにギトギトで、やっぱどれぐらいギトギトか気になる方はね、まあ、必死のパッチ遊びに来てくださいということでしてね。はい、ということでね、まあ、また来月、再来月と、こちらキコーナ、キセラ川西店さんで必勝パッチ続きますのでね、また小説の方と握手の方気に留めてぜひ遊びに来てくださいということで、今回一日お付き合いどうもありがとうございました。それではまた来週よろしくお願いします。さよなら。